もう始まってるんですね。マダンバシジュンのグッドイブニング沖縄、今日も、今夜もよろしくお願いいたします。えー、お相手は、えー、マダン橋淳と、はい、えへん、麦のあのレミタンでお送りいたします。よろしくお願いします。えー、本日ゲストをお迎えしておりましてですね、えっと、Facebook で私のお友達なんですけれども、あの、横浜でプロのカメラマンをされている、あの、金子洋一さんをお迎えいたしておりますので、金子さん、よろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いします。 はい。えー、っとですね。あの、まあ、プロのカメラマンっていうことですね。で、あの、かめ、さん自身は、あの、沖縄を行ったり来たり。まあ、まあ、今ちょっと、はい。不定期になってるにしてもですね。はい、あの、行ったり来たりされていて、あの、うん、内地から見たっていうか、プロのカメラマンから見た沖縄、というものを、ことをテーマにして今日は、 お話を進めていきたいなと思っているんですけれども、はいえー、まずは金子さんの、えー、簡単なあの自己紹介から始めていきましょうか。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。えっ、ー、と、名前は金子洋一です。えっ、ー、と、まあ、あの、カメラマンといってもいろんな種類があるんですけど、僕はあの、もともとあの、本、あの、コマーシャル っていうんですかね、あの、広告写真をと撮るカメラマン。で、ずっとこうやってきたんですけども。はいえー、で、まあ、ちょっとコロナで、かなり広告を打たなくなったりとか。はい、そういうんで、かなりいろいろ打撃があって、今現在は、結構いろんな方面の仕事もやってます。ただ、まあ、いずれにしても、写真が主体ということですね。はい。えーはい、で、その中で、あの、結婚式の。はい。 写真なども手掛けられてるって話をよく聞くんですね。そうですね。はい、最近は、あの、頼まれるとやります。あの、進んでやってはいないんですけど、えー、頼まれた場合にはやります。あの、僕、スーツが苦手で、はい、で、やっぱり結婚式だと、あの、スーツで行かないとい<ー>けないといい。そうなんですね。はい。似合わないんですよ、スーツが。 まあ、あの、年中ね、一年中、あの、どこでお見かけしても、あの、T シャツに短パンに島ぞりで。そんなことはないですよ。真冬でもね、お会いしたら、え、こんな寒い時に T シャツで大丈夫ですかいやそそれは違います。そうですか、ね、そう、誤解、誤解を招く恐れがありますから。ええ、あの、一応僕だって、スーツ着たりと。はい、ちょっとなんか、あれですね、あの、おっさんの死後さんみたいになっちゃいますけどね、似合わないですよ。ええ まず似合わない。スーツですか。はい。私もあんまり着ないので、自分で着た時は違和感ありますね、やっぱり。なんでしょうこの着慣れてないから似合わない気になってるのか、似合わないと思ってるから似合わないのかはちょっとわかんないですけど。どうなんですかねまね。その習慣としてね、着慣れてるか、着慣れてないかっていうのもあると思いますし、僕は沖縄来てからスーツってのはのほとんど着たことないんですよね。あ、そうなんです。ジャケットぐらいで。ああ。 だからまあ今でもね、今日は二人とも朝から T シャツで、<laughs> はい。金子さんも一年中なんですけど、ちょっと夕方になってくると寒いなっていう感じがあるんですけど、あのね、あのー、さっきもちょっと話をしてたんですけど、スーツを着ないで仕事をされてる、あの方はどういう仕事をされてるのって、あのー、聞かれたことがあ,あまあ、あの、はい、要するに近所の人たちが、はい。あのー、 あの人はどういう仕事をしてるんでしょうかって、<ー>で、なんか謎に思われたりすることも多々あるらしいです。僕に直接は聞いてこないですけどね。ええー。はい。で、なんかあの、屋台で、はいはい。なんか作ってる時に、はい,はい、いや、実はあの人は敵屋をやっているんだって <laughs> 言われて、はい。敵屋のおじさんになってたんですってね。<laughs> 横浜では有名な。まあ、ないや、はい、まあ、自分から言ったようなところがありますけど。<laughs> 冗談で。はい。まあ、そういうことでですね。まあ、あのー、そういう金子さんなんですけど、はい、金子さんが沖縄に来てですね、あの、どういう風な、まあ、風景とかですね。まあ、移食中ですか。まあ、何でもいいんですけど、あの、プロのカメラマンから見て、どういう風な風景が目に映ってるか。まあ、例えば、素人の僕から見るとですねあ、海が綺麗だね、という、そういうところ、あの、あと、空がね、広いな、 っていうところぐらいしか、えー、映らないんですけどあのその映像を仕事としている金子さんから見ると沖縄のどういうところがいいなっていうふうに思ったのかなっていうのが前からちょっと気になっていたところではあるんですけどねあ僕の場合はどちらかというとその風景がとかその食べ物がどうのこのというよりは、はい、あの写真を撮るときに音楽がない。 こう頭の中でこう、僕音楽がすごく好きで、はい、で、音楽がでこうで出てくる、まあ、頭の中で想像しながら、はいまあ、シャッター切ったりすること、ちょっとカッコつけてるわけじゃないんですけど、はい、あの、そういうのがあって、沖縄の場合は、その音楽がすごく出てくるんですよ。<ー>どこ、いつでも出てくるわけじゃないんですね、うん、それが。だけど、風景見てて、例えば植物も見たことないような色の植物があったりとか、はい あと空の色もそうだし、海の色もそうだし、こう、空気感というか、なんか違うんですよね。はい。それが何が違うっていうのは、ちょっと僕では分からないです。ただ撮った時に、うん、もう、ね、写真見ても、あ、この時はこういう音楽が合うよな、とか、そういうなんか見方とかをしちゃうんですね。で、僕が、その、ちょっとその話をしていいかどうかあれなんですけど、沖縄に来るようになったきっかけっていうのは、いい まあ、あのー、僕、結構、まあ、あのー、あれですね、生まれて何年かしてから、沖縄が返還になったじゃないですか。はい。な年で,、ね、で海洋博があって、はいはい、で、たまたま僕が学生の時に、クラスに沖縄県から、えっ、ー、と、勉強しに来てたクラスメートがいて、はい。で、那覇から来てたんですね。えー、で、二人クラスにいて、 で、夏休みどうするのっていう話になって、何も言ってないんだけど、っていうとこから、じゃあ沖縄に来ればって言われたんですよ。ええー。で、行ったことないし、憧れっていうか、僕音楽で沖縄まず知ったんですよ。はい。あのー、例えば紫って、今でもやられてると思うんですけど、佐藤山豊さんって、えーえー、はい。いう、沖縄フォーク村を作った人なのかなちょっと僕その辺詳しいことわかんないんですけど、の音楽だったり、 あと、三振のあの音色とか、はいえー、あの、がなんかもうたまらなくこう、体、濃く、何だろう、濃く、染みてくるというか、体てくる。わけですね。いはい。そんなところから沖縄に興味を持って、それ、えー、で,で来てみたら、はい、なんかやっぱりちょっとこう、合うかなっていう、気候的なもんもそうなんですけど、えー それからですかね。で、しばらくちょっと、あの、スタンスあって、来る機会がなかったんですけど、うんえー、たまたま仕事で来る用事があって、はい、あ、その時、学生の時に1ヶ月ぐらいその友達の家に世話になって、はい、あんまあ、民泊ですよね、今で言う。うん、で、そっからこう入っていって、で、沖縄に来るようになったんですね。えー、で、まあ仕事で来ることが何とかあって、その後にもう絶対沖縄でちょっと事務所開きたいなっていう夢があって、えーえーはい で、まあ何、何十何、二十年以上経ってからだったんですけど、まあ、その夢を実現させるっていうんで、コロナ前に、あの、事務所、まあ、じゅん、じゅんさんも来たことあると思うんですけど、はい。あの、那覇の、ええ、事務所を借りて、えー、はい。はい、で、四年ぐらいですかね、行ったり来たりしてたんですけど、はい、結局、なんかこう、いろんなことがあって、コロナも、ま、あもちろんそうですけど、ちょっと離れちゃったっていう。だから、こう、 見て、沖縄、カメラマンの目で見てどうのっていうよりは、ええ、その、なんて言うんだろうな、その、景色として捉えたときに、いろんな情景が浮かびやすい。はい、景色の中から。うんうん、で、意外と自分の地元だったってするとこよりも、その景色の中から音楽が出てくるっていう、なんかそういう見方はしちゃうんですよね、僕は。なるほど。ええ、あのー、 金子さんの地元は横浜で、はい、やっぱり沖縄と似たような、あの、軍が。ね、横田基地とかですね。うん、厚木。そうですね。厚木あ。近くはですね,ですね僕で。僕が育ったところは、本木で、ええ、本木にもあのエリア、あのエリア1、エリア2っていう、要するに軍関係の、ええ、あの、住宅ですね。住宅があって。うん、まあ、あの、違い方権って言って入れないかったんですけど。ええ そういうところがあって、フェンスの外からこう見て、ああ、なんかいいな、みたいな、そういう。うんうん、で、音楽もそういう感じで、あの、結構ロ,ロックが。あの、FN ってあるじゃないですか。えー、ああいうとこから入ってきたりとか。ねえー、だから音楽的にも、なんかミュージシャンが多かったりとか。まあ、そんなんで。だから、沖縄と似てたんですね、きっと。うん、なんかそういう話は結構聞くかもしれません。ああの沖縄市と、はい、その横浜、 えっと、その、何でしたっけその、やっぱり基地があるところはもう全国各地、あらゆるところ、はいはい、ああ、なんか似てるって言われがちですねあ<ー>、うん。あの、バンマスをやってるレミさんとしては、はい、まあ、その辺は行かれたことはありますか、ね、わあ、私はまだないですね。ええ、そんあとでも、この前町田は行って、ええ、町田もそこそこやっぱりあるらしくて。ええ。あ、町田 はいあ。東京の町田です東京のです。はいはい、そうですね。っていう話、そこで打ち上げでそういう話を聞きました。やっぱり基地関係があるとお客さんが外人さんが多かったりとか、うん、そういうのを聞きますね。とか、やっぱりそのちょっと激しい音楽が盛り上がりがちっていう。ええ、ですよね。で、やっぱりそこで揉まれてね。そうです、ね、あちょっとダメだったらもうすぐダメ出し食らっちゃうような、ね、<laughs> う土地柄ですからね。ええ 横浜じゃないないんだっけ横須賀横須賀、はい、とかも結構そのコザのそれこそ紫とかがやってるようなところと結構似てるよって話を聞くんでちょっと興味はあります、ね、あ<ー>僕あの横須賀のあ、まあ、アマチュアバンドですけども、はい、ライブハウスに出たことがあるんですよあそうなんで,す、ね、でその時はやっぱり確かにね基地の,あの兵隊さんっていうんですかね、はい、が来てやっぱり酒飲むからすごいんですよねでだ<し>かなり <laughs> 危険な状態になったりとか <laughs> ですね。でも楽しかったです、すごく。うん、うん。やっぱりちょっと違いますね、雰囲気が。沖縄市だったら、やっぱりこの、ほぼアメリカかな、とか言われたりもします。このツアーで来たバンドとか、そのアメリカからツアーで最近バンドが来たんですけど、<ー>その時にも、なんかあんまり変わんないかも、みたいな<ー>感じで言ってました。<laughs> 今日はあの、金子さんとね、 まあ、あの、ほぼ一日ドライブをしてきたんですけど、はい、やっぱり沖縄市に入ると、アメリカ感がちょっと強くなってくると。で,ね、で、しかもケーキかなんかは甘そうなのがいっぱい出てくるとかね。<laughs> か<に>ありましたよね。僕が初めてあの、沖縄来た時のコザの街は、本当にもう、もろにアメリカだったですね。あの、まだあの、 あれ、あそこの通りなんていうんですか大きい通り。あの空港通りって言ったり、ゲート通り,り,ト通りですかね。昨日ちょっと,と価値があったんですけれども。ね、そうそうそう。あそこのところに、もう軍の払い下げの、なんかいろんなもの売ってる店がいっぱい出てたんですよ。<ー>で、あの当時、いや確かメディタリールックっていうのが流行ってて。えー、で、結構買った記憶があるんですね。来た時に。んなんかあの 鉄砲の弾が当たった後のジャケットとか売ってたりとか。えー、ありましたね。ありました、ありました。沖縄来た時ね、結構探したことがあります。あの、ギター売ってないかなと思ってね。で、そういうなんかあの、まあ、鉄砲の弾か,のか分かわかんないけど、なんかいろんなね、あの、ものが、もう古びた、あの、服とかね。ああ<ー>。もうありましたね。<僕>靴とか。一時期あの、学生の頃ですけど、あの、弾薬ケースあるじゃないですか。えー、鉄,鉄でできてる。えー、あれカメラばっかりしてたことあります。ああ<ー>。<laughs> 安心かもしれません、機材入れるの。そうですね。案外、頑丈だし。意外とカメラの機材もお高いですから。そうですね。やっぱり安全であればあるほど安心じゃないですよね。ただ重いっていうのがちょっと持ち運ぶには大変かもしれません今回それで写真を撮ろうってね、あの、やって来られたんですけど、肝心要のあの、カメラのレンズを忘れるという話をさっき聞いたんですけどね。そうなんです。あ、そうんです。ただ、あの、使い物になるレンズを持ってきたという。 で、なんか、あの、その海の写真とかは、スマホでずっと撮られてたって、横って、あの、私は見ていましたね。スマホが一番今、きれいに撮れますから。そうなんですか。勝手に設定してくれて、勝手にきれいに撮ってくれますから。素晴らしいですよね。そうですね。この辺で、じゃあ、一曲いきましょうか。そうですね。金子さんからのリクエストで。あ、えっと、パブロ・クルーズっていうバンドが、今でもやってると思うんですけども、まあ、あの、は、えっと、 サーフミュージックでっていうかサーフロック。はい。で、第、多分第2次、あの、サーフブームの時のやつだと思うんですけども、えっ、ー、と、パブロ・クルーズの、えっ、ー、と、インイン・ファイブだったと思うんですけど、その曲を、流しましょう。リクエストお願いします。はい、お願いします。 はい、後半になりました。あの、伊豆でずっとサーフィンをやっていた、あの、金子さんの、えー、リクエストで、なかなかいい感じの曲でしたね。かっこいいですよね。かっ,いいねかっこよかったですね。はい。で、今回も、あのー、どこかでサーフィンをやって帰られるとか。いやいやいや <laughs> ないですかね。<laughs> ないです。はい。なるほど、なるほど。えっと、ではですね、引き続き、あの、いろいろと、あの、お話を聞いて、聞いていただき、聞いていきたいと思ってるんですけど、えー、っとですね、 まず、じゃあ、移植中について聞きましょうかね。はいはい。あのー、まあ、好き嫌いのない金子さんですが、えっと、沖縄での食べ物。あ、何がいいですかね、あのー、っていうとこですね。食べ物は、はい。基本なんかの、沖縄料理というよりも、なんか最近食べてるのは、普通にどこでもあるようなものを食べてるんですけど、はい、ええ。なんかでもね、やっぱちょっと味が違うんですよね。あ、何が違うっていう、 のが分からないです。ただ、だ雰囲気もあると思うんです。なんとなくね、うん、やっぱり僕の中ではまだ沖縄ちょっとアメリカっぽい、アメリカンな感じがして、<ー>でお、お店も、あのー、結構アメリカンテイストの店とかあったりとか、はい、で、意外とあのー、例えばゴーヤーチャンプルとかっていう、うん、昔からある沖縄料理とかっていうよりも、そっちのけ系統の方を食べちゃうんで、うん、知らないっていうのもあるんですけども、うん あとは、なんだろうな、その健康的に意識して作ってはないと思うんだけど、<laughs> 食材が、なんか健康的なやつがよく食べてるんだなっていうのは感じましたね。なるほど食に関して。なんでしょう、はい、何が違うのかないや、<laughs> えっと、例えば、あの、もずくだったりとか、<ー>天ぷらでもずくなったりとか、まあ、あと、その、チャンプルなんかでも、あの、まあ、もちろん炒め物とか食べますけども、野菜炒めとか。はい ただ入ってるものがね、ゴーヤーだったりとか、うん、なんかちょっとこう、これ絶対体にいいじゃんみたいな、そういう、なんか食べ物を、こう、が多いかな<く>多いと思います。やっぱよく聞くのは、そう、だしの文化の違いと、<ー>沖縄の長寿の秘訣が豚肉なんじゃないかっていう話がよくあって、うん、そのなんか豚肉のビタミンがとか、そういう話をよく聞きます。<あ>だからそのおかげで、 だ沖縄の郷土料理って、やっぱラフテーとか、えー、そういうなんか、あ<ー>まあ耳側とか、そういう豚肉が多くて、うん、この豚メインだから、長生きなんじゃないかみたいなのは、よく聞きますね。あ、それはあるかもしれないですね。そうだし伝統料理とかも、えー その結構その豚肉を使ったお料理が多かったりとか、うん、野菜炒めでも何もかも豚肉が入ってることが多いので、えー、その辺が違うのかなって一生思ったんですけどあの以前ねえっとレイミさんと話をしたおでんの話もあるんですけどえっとねあのやっぱりちょっと違うんですよねうん何が違うかっていうのがよくわからないとこあるんですけど <laughs> えっとまあ内地の人間とするとちょっと煮込みに近いかなって。 ああ、なるほど、ね。煮込み料理かなっていうところもあるんですけど。はい、おでんというより、煮物という感じもある。煮物という感じもあるんですけど、はいはい、この辺どうですかあ僕、ええ、おでんは食べてないんです、まだ。あら<ー>。で、うんええ、あの、わからないんですけども、ただこう、映像で見る限りは、はい、そうですね、煮込みという、うん、ちょっと僕がよく子供の頃から食べてるおでんとは、まあ違うかなっていう見た目、 の判断ですけどね。うん、だきっと味も。はい、ただ、沖縄は、やっぱり鰹だしとか、鰹とかよく使いますよね。そうですね。鰹だし。うん、沖縄そばも鰹だしが、ね、多いですからね。でねうん、らあの鰹だしがね、僕すごく合うっていうか、<ら>鰹っと好きで、はい、と、もうたまらないですね、あの味は。うん、だから、沖縄そば初めて食べた時、まあ、あの、鰹の香りというか、はい、あれ、それがすごいたまらなく、いこうい心地よかったです。 なるほどですね。うん。だしはいいですね。だし文化はいいですね。確かにね。うん。まあ、早速、あの、明日、その、おでんの、あの、ね、食べ比べをしてみたい。すでに、明日の夜は飲みに行こうって話をしてるんですけどね。はい。じゃおでんで、まず、いっぱいやりましょう。明日、明日あたりで。明日、なめくらいなで今日はもう暑くておでんって気持ちじゃないじゃないですか。いい感じじゃないですね。今、多分23度とか。 あるので、二 <laughs> 月なのにね。ええうん、まあでもだしはね、やっぱり美味しいですね。どんな気温あでも明日ちょっと寒いです、ね。寒いですか？最高が二十一度の<ー>最低が十七度。じゃあまたね。夜はちょっとおで,で、ね、おでんでもいいかもしれない。金子さんスタイルで T シャツでいきましょう。うん、いや寒いですよ。厚 <laughs> い上着ぐらいは絶対あった方がいいですって。<laughs> そうですねで。食に関してはね、あんまりそんなに詳しいことが言えなくて申し訳ないんですけども、はい、ああとね。うん あの、亡くなっちゃったと思うんですが、あやぐ食堂。あ<ー>、えー、あ、やぐ食堂で、無料で出てきたマグロの刺身がとても美味しかったですね。えーえー、ああ。あれは、ちょっと、マグロの刺身こんな美味しかったんだ、みたいな。そういうのにはありましたね、えー。必ずついてましたよね。そうですね。定食にはね。で、銃に関しては、はい、あの、僕、那覇に、まあ、マキシーに住んでたんですけど、えー、なんだろう、やっぱりこう、湿度が違う。 まず湿度が違う。うまあもちろん気温が違うのはあるんですけど、うんはい、湿度が違うんで、僕はどっちかと,いうと湿度に強い方だったんで、あんまり抵抗がなかったんですね。<ー>ただやっぱり、うん、あんまりそういうのが苦手っていう人も当然いるんで、うん、ただ最近思うのは、横浜のこ去年の夏に比べて沖縄の方が涼しいなっていうのは、実感しましたね。はいはいまあ もう、僕、夏好きだけど、去年は嫌だったんです。もう、夏早く終わってほしい。思いましたね。<laughs> サーフィンの時期だけど、<laughs> 終わってほしいと。まあ、あだから<あ>食、銃に関して、ある意味住みやすい。あの、暖房もそんなに使わないし。ええ。まあ、あの、で冷房、三部ある程度涼しくなきゃ嫌だっていう人に関しては、冷房がかなり必要になってくるんでしょうけど。なるほどですね。 うん、だから、うんそ、そういう感じですね。僕は、自由に関しては。やっぱり、プロのカメラマンからしても、やっぱり食事についてあまり変わらないなっていうところですかね。変わらないですね、はい、それほど。機材のこの手入れとかはやっぱ変わったんじゃないですかか、それは変わりました。うん、あの、ね、のカビが生えたりとかはありました。あ、ありました。レンズにカビが生えるんです。そうですね。そうなんです。うんはい、<laughs> 僕だから帰って、ずっと沖縄にの事務所に置きっぱなしにしてたレンズを持って帰った時に、 すぐに、あの、カビが生えてるって言われて修理出しましたね。わかりました。今日はね、もうあっという間に時間が渡します。で、また来週来ていただいて、あの、話したいなと思ってますんで。いや、無理です。また、あの、沖縄来られた時は、ぜひ、よろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。プロカメラマン、金子洋一さんでした。 ありがとうございました。FM 技能は回送中でちょっと。今回ビュースタからだったので、次は回送が終わった頃にぜひ。ですね。よろしくお願いします。あと45秒ありますよ。はい。いいいや、何かをしたか思い残すことはないですか。金子さんのね、話もっとしたかったんですけどね。うん。あの、メキシコでね、あの、間違えられたという。話ね。はいはい。 またやりましょう。続編がありますので、はい、皆さんそれをよろしくお願いいたします。ありがとうございました。しお願いします。